ルイス・ザンペリーにはアメリカ合衆国の陸上競技選手。専門は長距離走。1936年ベルリンオリンピックにアメリカ代表として出場5000メートルで8位となった。この時最終ラップを56秒で走った彼はレース後アドルフ・ヒトラーの接見を受けた。1941年9月アメリカ陸軍航空隊に入隊し、 B-24 の搭乗員となった。1943年5月27日、両機の捜索任務中に飛行機がエンジン故障のため、太平洋上に、富士儀、47日間の漂流の末、日本海軍の捕虜となる。当初は、マーシャル諸島の島で尋問を受けた後、1943年9月13日に、大船の横須賀海軍警備隊植木文献隊に、 収容された。捕虜になった事実は当初アメリカには伝えられず、行方不明と報じられ、1944年6月には、陸軍航空隊が死亡を公式発表していた。捕虜であることが伝えられなかったのは、大船収容所は正式な捕虜収容所に、移送するまでの一時的な仮収容所とされ、国際赤十字にも収容者の存在を通知しなかったためである。 実際の目的は捕虜からの情報収集であった。1944年9月に東京都の大森捕虜収容所に移送され、ここで初めて正規の戦争捕虜として扱われた。日本側は知名度のあるザンペリーニをアメリカへの宣伝に利用することを立案し、1944年11月に台北宣伝放送に自ら用意した原稿で声を流した。これにより、 アメリカでは、ザンペリーニの生存が伝わったという。しかし、再度の放送で日本側のプロパガンタ原稿を読むよう、求められたことを拒否し、1945年3月に、ナオエツ捕虜収容所に移送され、そこで終戦を迎えた。帰国後に、自らの捕虜体験を記した、著書、デビルエイティ・マイ・ヒールズを刊行している。1998年長野オリンピックで、 聖火ランナーとなり、来日して直越収容所のあった上越市内を走った。2010年、ローラ・ヒレンブランドによるザンペリーニの出生から、陸上選手、軍隊経験、保養体験を描いた、電気、不屈の男アンブロー君がベストセラーとなり、2014年には、不屈の男アンブロー君として映画化された。2014年7月2日、ロサンゼルスの自宅にて、 肺炎のため式をした。ありがとうございます。